ずっと見てるよ、はい、それは嬉しいよ。だって絡んだらだってそれは勝てないと困る、僕もなんか責任感じるわ、うん、でもやっぱりね、あの元力士でもあるし、うん、で彼もその辞め方をあまりそんな世間の目あまりそんなネガティブの方が聞きすぎて、うん、俺もそれ気になるね、うん、それを別にあれはあれでもうしょうがない、止めようがないし、彼が選んだそのこの世界はもう今までの力士と違って、うん、やっぱり真剣にこう立ち向かう仕方もみんなとまた違うと思う、若さもあるし、うん、精神的にまだそこまだ変えるチャンスでもあるから、だから今の彼の気持ちがすごく前向きになってるし、もう止めるぐらい先に走るぐらい強すぎて止めなきゃダメなんか、でも分かるね、その気持ちね。だからすごく大切なことだけど、やっぱりそこをなんとか自分もその辺がうまくこうガイドできればいいかなと思って、まあ、できる範囲でね、うん、だから勝った時でまた相撲が違うとか、やっぱりその一つ一つの試合が相手も違う、その段取り練習の仕方もその人によってまた変えていくことも、まあ、こう専門がいるから、だからボックスエンツの方行った方がいいし、で今の日本僕も書くとき見るのが大好き、いつもチェックしてるし、仲間もいっぱいいるし、やっぱりちゃんとしたヘビーウェイトがいないの、日本焦らないでね、だから日本を目標にしてないし、世界を目標にしてるし、もう一つのメジャーを行きたい気持ちが強いから、それはもうとにかく日本だったら誰も俺に勝てないぐらいの人の格闘技ファイターになって、それでも世界も勝って、それだったらもう全然今度自分だけじゃなくて日本を背負って、うん、世界のそのヘビーウェイトの人たちかミッドウェイトか分かんないけど、うん、戦っていくんだよ。なかなか今日本人だって UFC 契約する何人しかいないですか、1人しか2人しかいないじゃん、うん、そういう目標にしてると思う、うん、Let's take a bunch, yeah? Yeah. Not bad. Hey. Hello.